ども皆さんお疲れ様です。カネリです。本日はですね、もうこれ今何月、今5月の下旬に撮影させていただいてるんですけども、やってくるじゃないですか、夏が来るよーっていうことでですね、今回は2024年夏にかけてどんなファッションが流行る傾向にあるのかな。まあ私はね、スニーカーを主に紹介させていただいてるチャンネルですので、春から夏にかけてニューヨークでよく見かけるスニーカーのまあこのトレンドの傾向を日本の皆様に、ちょっとニューヨークからでありますけども、ご紹介していきたいかなと思います。グッドボタン押しちゃうよね。軽くまずファッションのトレンド、どんなファッションが今ニューヨークではいろいろ見られてるんですかっていうことを、まあとりあえず近況報告として皆様にまず紹介させていただきたいんですけども、ニューヨークの子たちはもう結構着てるなっていうのは、まずヒョウ柄すごいね今年で。私がすごく気になっちゃっているのかなっていう、一つのことをさ、気になるとさ、それが目に行くようになっちゃうよ、人間って。でもこの感覚って大事にしなくちゃいけないなと私は思っていて、私はね、この夏ヒョウ柄がとっても気になるのなので、ちょっとこれはまず一番最初に紹介したいかなと思います。ヒョウ柄のアイテムね、ヒョウ柄のシャツとか、ヒョウ柄のカバンとかね、ヒョウ柄のレオパードのどっちもいいか、ヒョウ柄のブーツとか、それこそローファーとか、そういう何装置系のなんかもうヒョウ柄のアイテムをね、もういち早くちょっとすごいいろんなショッピングサイトで見てしまってる自分がいるんです。ということで次はね、まあキラキラなね、グリッター。私が去年の夏、春夏にかけて新鋭ブランドの動画で紹介させていただいた OK バイドレっていう、まあ、ブランドがあるんですけども、まあ、それがすごくグーグー来てるよってわけではないんだが、そこで私がね、グリッターの、まあ、ピンクのシャツを買わせていただいたんです。その形とそのグリッターの感じが今年からさらにまた暑くなってくるんじゃないのかな、 OK バイドレやっと時が来るのかなっていう風に私は思っていて、まあ、夏だからだけどね。でキラキラって言ってもこうスパンコールとかさ、そういうでっかい粒のものではなくって、もうグリッターちっちゃいタラ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 って、女の方ならわかると思うんだけどさ、マグネイルって今結構もう流行り終わったのかな。まあまあ結構みんなしてる方多いじゃないですか。マグネットでさ、すんげえグリッターをバシバシこう出してね、磁石で。でも爪もギランギランにしてる方結構多いかなと、流行りの傾向ではあったのかなと思うんですけども、ああいう感じの細かいフラッシュを焚いたらめちゃくちゃパキーってこう、ジラジラするぜみたいな、ああいう細かいラメのアイテムが、まあ去年は特にビキニとかでも多かったから、それが特にさらに今年目立ってくるのかなと私は予想しております。カネチャンネルです、ね。まあ、これはちょっと普段着でどうやって着るのっていう、なんかなかなかマンハッタンの倉庫とかじゃないと着れないよねっていう、ちょっといかつめというか挑戦的なファッションではあるんですけども、エメレオンドーの、まあ、ルックブックだとか、まあ、ルイ・ヴィトンのランウェイのファッションショーとかを見てたりとかすると、スーツジャケットにスラックス、まあスーツのセットアップねで、まあよくね見かけると思うんだけど、それのこのね、ショーパンバージョン、この短いバージョンの、まあ、ルックブックが今年は結構多いな。フェミニーヌなアイテムも目立ってきてるなっていう感じがする。結構ダブルボタンも最近入ってきてるね。ダブルボタンのこうスーツジャケットに、まあ、スラックスのショーパンバージョンをすごくファッションショーだったりとかルックブックで見かけるので、いけるぜ私、いけるぜ僕っていう方はぜひちょっと頭に入れといて、気になるものがあればぜひちょっとチェックしてみてほしいなと思います。で、もう去年の夏からですね、もう本当にデフォルトの形としてこの夏も来るよねって言われているファッションが、膝丈ぐらいのこうワイドなデニムパンツ、デニムハーフパンツかなに、まあ、こうちょっとクシュってした白の靴下、すね丈靴下に、まあ、ローファー、このパターンが、まあ、とてもこの夏もよく見かけるファッションのパターンになるのかなと私は思っております。まあ、去年からね、あの形のデニムはとてもとても流行っているので、もうかねちゃんもうやってるよ僕私っていう方も多いと思うんですけども、まあ、現にニューヨークでもたくさん見るので、ぜひぜひ皆さんもチェックして
していただけたらなと。その流れでこの間撮った動画でね、ビッキーシューズが来るよってティンバランドちょっとまたさらにグイグイだよっていう風に紹介させていただいたんですけどもね、ちょっと近未来的なサングラスをかけてビッキーシューズにちょっとラフなニットみたいな、まあちょっとこの日はね肌寒かったので夏らしくない格好ではあるんですけども、こうやってもうねビッキーシューズもね履きこなしてるねヤングメンたちがニューヨークマンハッタン、まあ双方なんですよ、これねキスの近くなんだけどいるわけ。そうなので、まあ私のこの動画で言わせていただいた情報っていうのはあながち間違ってなかったかなってちょっと自信につながりました。チャンネル登録よろしくね。今じゃあニューヨークこの春夏にかけてどんなスニーカーをよく見かけるのっていうところだよね。はい、カネチャンネルをご覧の方はスニーカーの情報がね一番気になっているのかなと思うんですけども、わあここもか、あこの人もおーなるほどねってだって明確な、まあこのパターンがあるんですけども、それがですねシルバーのスニーカーでございます。シルバーボーン一色ボーンっていうことではないんですけども、まあ、シルバーがあしらわれているスニーカー、まあ見るね。去年アディダスウェールズボナーのねシルバーのサンバが出たじゃないですか。まあそのあたりからよね。ということでですね、一応ここらでシルバーがあしらわれているスニーカーっていうのを私の中でちょっと厳選させていただいて、こんなん今季履いたら可愛いんじゃないみたいな、こんなん彼女彼氏にプレゼントしちゃったらイケイケプレゼントになるよねとか、なんかそういう感じの感覚でちょっと見ていただけたら嬉しいんですけども、シルバースニーカーちょっと厳選しましたのでここでちょっと紹介させていただきます。どんなスニーカー夏買ったらいいのかな、最近スニーカー欲しいんだけど最近ちょっとこう流行ってるトレンドのものとかちょっと欲しいなとか思ってる方とかにこの動画が届いてくれたらいいなと思ってますので、ぜひあのこの動画拡散よろしくお願いいたします。まずはですね、まあこのサンバの流れから鬼塚タイガーですね。鬼塚タイガーのメキシコ66、私もキルビルちゃん持たせていただいておりますけども、まあこれの私的にはシルバーね、黒のラインオフホワイトのライン、まあいろいろあの多分これ2種類かな、メタリックの中では2種類出てるんですけども、この辺りすごく可愛いのかなとかと思います。鬼塚タイガーの公式サイト行くとどちらも定価で買えるようになっていますね。15,400円税込みですっていう感じになってるんですけども、まあちょっと銀は大変、ちょっと銀怖いなとかって思うじゃん、意外と大丈夫、本当にアクセントになってくれつつ、なんていうんですか、順応じゃないね、ちゃんと調和もしてくれるの、あんま悩まなくて大丈夫、ファッションそれだけ心配しないでっていうこと先に伝えたかったわ。はい、あとはね簡単に買えるってなるとナイキの P6000、 私 G ケンさんとのコラボ動画で G ケンさんのチャンネルの方での動画では P6000 大好きっていうのをちょっと言ってると思うんだけど、本当に私ね P6000 大好きで超履き心地いいので、 P6000 の中でもメタリックシルバーですね、こうジャキ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 ってシルバーが入ってるやつ、メタリックシルバーが入ってるやつが結構あって、まあ見た感じ若めな感じではあるんだけどもすごくいいアクセントになって、私は面白いコーディネート込めるんじゃないのかなって思ってます。で次ですね、アシックスのですねカヤノ14、カヤノ14、カヤノ14見れば大体ねもうねシルバー入ってるのいっぱいある。OK? そうなのでスペシフィックにこのモデルドンとかではなくて、カヤノ14全体的にちょっとディグディグしてみて、メタリックシルバーが入ったかっこいいカラーのものがいっぱい出てます。でまあプラスこの2年間ぐらいはもうずっとカヤノ14は人気になるぞ、人気だぞ、人気になるのか、人気になるぞ、人気だぞみたいな、なんかこうふつ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 、そうすっごいサンバみたいに爆発的にバーンみたいな流行りはないんだけども、双方あたり歩いててもカヤノ14履いてる方はよく見ますし、まあ、ジャウンドのコラボ、キスのコラボとかね、そういうコラボでなかなか可愛いコラボスニーカーとかもたくさん出てますので、カヤノ14私の中でねメタリックシルバーのもの何か欲しいなって思ってる方がいたら要チェックなあのモデルでございます。で私も持ってますね。ちょっとニューバランスに移動すると、ニューバランスは 1906R、 まあ、アジア製でねお値段もお優しい価格になっております。ゲットしやすいかなと思います。ニューバランス公式サイトでも、まあ、買えるんじゃないのかな。私が持ってるね履き潰しすぎちゃって、もうここにこうやってバッて持ってくるのも恥ずかしいぐらいもうすんごい履いてるので、ちょっとここでお見せできない写真で一応はいこちらです。はい、そんな感じでね、まあ、先ほど言っ
ったカイナ14と一緒なんだけども、 1906R 調べるとメタリックシルバー入ってるモデルたくさんありますので、ファッションのアクセントになるようなシルバーの入り方なので、私は 1906R もとてもおすすめでございます。チャンネル登録よろしくね。で、まあ、ここからは過去リリースになるので、今定価でオフィシャルサイトで売ってますよとかそういうものではなくなってしまうので、ちょっと探すのが難しくなるのかな、もしかしたら定価割れてたりするのかなとか、もうちょっといろいろあったりとかするんですけども、まずはナイキのエアマックス97シルバーバレットね。はい、これも私持っております。ダンスするときに履かせていただいております。ただギラギラ光るシルバーじゃないの、だから要はメタリックシルバーって感じではないから、全体的にシルバーだねーっていう感じではあるんだけども、長く履くんだったらすごくありなのかなと思ったので、ちょっとこれも入れさせていただいたのと、私はすんごく好きです、すんごく履いてたのがエアジョーダン1のシルバートーン。あの本当に便利、なんかどんなファッションでもいけるよね、びっくりする本当に。で、今もねシルバー等を履いてる方結構見る、今だから見るのかなちょっとわかんないけども、あのね可愛いよねシルバー等、あのエアジョーダン1が好きな方はきっとまあわかるわかるってなってる方多いのかなと思うんですけども、エアジョーダンでシルバーちょっと身につけたいなって思う方はちょっとマストかなっていう感じ。あれってメンズだったっけ、 OG な感じになると思うんだけど、でもすごくおすすめなので入れさせていただきたいです。あともう一つナイキでね紹介させていただきたいのが、ナイキのスピリドンね。スピリドン皆さん、あのシティシーとかとコラボしてはなんかおーおー覚えてる覚えてるっていう方も多いのかなと思うんですけども、スピリドンのメタリックシルバーも結構かっこいい。系統的に言ったらカヤの14とか 1906R より、ナイキラバーの方でメタリックシルバー系欲しいなって思ったら、あのスピリドンおすすめ、すごくかわいい。でここからはちょっと変化球挑戦的なのいっちゃう、すげえかと思ってる方はちょっとここからのものを視野に入れてほしいのかなと思うんですけども、サロモン XT クエストとスラムジャムのコラボで、まあ、結構ギンギラギンなシルバーのねコラボスニーカーが出たんです。これいつ出たんだっけな、去年出たやつだ。で、あの可愛いの、でもねほんとゲットするのがめちゃくちゃ大変だと思います。もし気になっちゃった方ごめんなさいっていうか何言うのかねちゃんまたそんな買いにくいやつ紹介してもらっちゃって本当に困っちゃうって感じだよね。可愛いわけ、私のね知り合いとかも何人かこれ可愛いね、これマジ欲しいとかって言ってる方は結構多かった。まあ今も多い、高く履けるし機能性もいいしかっこいいしみたいな感じだよね。であとはね変化球で、私の中であこれ変化球だけど買いやすいかも、もしかしたら低価割れしてる可能性あるぞって思うのが、アシックスとキクコスタニノフがまあ共同でサブブランドノバリスっていう、まあ、ブランドを立ち上げたんですけども、そのノバリスから出たゲルテルモアっていうモデルがあるんですけど、3色出たのよ。黄色系とブラックグレー、あれはブラックグレー系かなと、まあ、ブラウン系の3色出たんですけども、その中の、まあ、結構 グレー系というか、まあ、これはメタリックって言っちゃってもいいのかなっていう感じのカラーパレットのものがあって、それすごく私的にはかっこいいなと思うんだけども、そんな人気ないみたいですなんかそんな人気ないみたいなんだけども、ちょっとここで紹介させていただきたいなと思いました。見てくれてありがとうね。で最後は6の1130ね、ハルスタジオスとのコラボで結構1130は話題になったのかなと思うんですけども、スティールグレイピュアシルバーって言って、これ多分なんかカラーパレットの品番の名前なのかな、ちょっとわかんないんだけども、とりあえずすごくねあのメタリックギャン入ってすごく可愛いモデルを見つけてしまったので、これ私もそんなに知識はないんだけどもすごく可愛いなと思ったから入れちゃった失礼しました。そんな感じですね。おしゃれは足元からとかやっぱ言うじゃない、そんなので、まあ、スニーカーね大好き女からちょっとこうこと今季のこの夏シルバーのスニーカーやっぱりマハザでたくさんね双方あたりですごく見るので、いちょここらでねシルバーに身をまとったスニーカーたちをね今回はメインの題材として紹介させていただきました。シルバー系ならこのモデルもありじゃないとか、こういうのはあるよみたいなのがあればぜひ皆さんもコメントいただけたら嬉しいです。
また夏終えて秋冬とかも私がすごく気になるものがねもしあって、あこれはみんなに紹介したいなとかっていうものがありましたら、今期のトレンド系みたいなの動画撮らせていただきたいかなと思っております。もしリクエストとかもあればね、コメントでぜひ教えていただけたら嬉しいでございます。ということで本日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンとコメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバーイ。